出発。はい、ワン、ツー、スリー。ご神体をまとい、きらびやかに揺れる神輿。昨日、鳥取県三朝町で町を挙げて行われていたのが水徳山御幸行列です。神様が神輿に乗って外に出て御利益を授けて回る神事で、その起源は室町時代まで遡ると言われています。お父さんが頑張っててて、すごかった。久しぶりに見たですけど、すごい綺麗だったし、もう皆さんもすごくなんかね、凛々しくて、なんかすごく草原な空気に包まれて良かったです。コロナも落ち着いて、だんだんこう活気が戻ってきたなというふうに思って、ちょっと嬉しく思いました。水徳山に伝わる伝統行事として3年に一度行われていましたが、新型コロナの影響を受け6年ぶりの開催に。また過疎化が進み人手不足に悩む中、今年は鳥取大学や岡山大学の学生およそ50人が参加しました。中には力強い助っ人の姿も。ドイツから参りました。はい、アメリカから参りました。なんか初めてなので、とても緊張しますし、ちょっと左、ちょっと右に頑張ります。日本の文化などを学ぶため来日している留学生です。ほとんどが神輿を担ぐのが初めて。苦戦しつつもコミュニケーションを取りながら三朝の伝統文化を楽しんでいました。そして神輿は傾斜が急で最も長い最後の階段へ差し掛かります。もう階段始まります。階段重たい。危ない。いいですよ、いいですよ。前も危ない。あの子、あの子危ない。そう、前も危ない。危ない、危ない。ゆっくり、くり、くり、くり。オッケー、オッケー。横棒が。やばい。待ってます。ゆっくりと慎重に、およそ300キロの神輿を境内から下ろすと、観客からは拍手が起きていました。めっちゃ重いだった。そう、私は、背が高すぎるだ。そう、ちょっとこの感じだった。そうそうそう、めっちゃ痛い ですけど、まあみんなのおかげで頑張ります。日本人と世界のね、いろんな方々と一緒に、やっぱり神輿、伝統ある、ね、神輿を担げるっていうのはとても素晴らしいことだと思いますので、今後もやっぱりこういうのはやっていきたいなと思っています。そして行列はいよいよ温泉街へ。地域の人に見守られながら、およそ2キロの道のりを巡っていきます。ついてます？ついてない。ちょっと身長が低くて担いでみて、めっちゃ重たいです。あ、楽しいです。はい、皆さんありがとうございます。子供から大人まで参加した水徳山御幸行列。温泉街に華やかな神輿行列が戻ってきました。たくさんの方に協力していただいて、本当に大きなエネルギーをいただいてますね。いろいろとね、まあコロナだったり、まあ世界を見たらいろんな戦争とかね、いろいろありますけども、なんとか皆さんでですね、幸せになっていただければなというふうに思います。三朝町日本遺産ウィークと題して、来月4日まで花湯祭りや打ち上げ花火など、さまざまなイベントが行われる三朝温泉。コロナ禍からの回復を目指して、温泉街には活気が戻る春となりそうです。